東広島市を流れる瀬野川の上流で、国の指針の80倍となる有機フッ素化合物が検出されました。市は周辺の住民に井戸水を飲まないように呼びかけています。国の指針値を超える有機フッ素化合物が検出されたのは、東広島市を流れる瀬野川水系の3つの地点です。このうちの1箇所では、国の指針の80倍となる値が検出されました。ありました。これですね。こちらの川で基準値を超える有機フッ素化合物が検出されたということです。有機フッ素化合物のうち、PFOS と PFOA は発がん性などが指摘されています。東広島市では去年11月、八本松町周辺の瀬野川でこのガス産地が国の指針値を超えたことから市が再調査を実施していました。こちら下流に今進んでるんですが、見てください。先には米軍の施設があります。今回指針値を超えた3つの地点の近くには米軍の弾薬庫があります。東広島市は原因を調査中ですが、国などを通じて米軍に有機フッ素化合物を含む泡消火剤の使用状況などを確認しているということです。付近には18世帯が住んでおり、市は井戸水を飲まないよう呼びかけています。うち井戸だけ浄水道がないわけだけ困るよね。東広島市は今後瀬野川に流れ込む周辺の水路や地下水を調べ、原因の特定を進めることにしています。